天文望遠鏡から家庭用カメラまで、航空機から携帯端末まで、半導体デバイスから医療機器まで、あらゆる工学、機械、電子製品は精密な加工技術によって作られています。加工の精密さはマイクロメートルからサブマイクロメートルへ、そして最近ではナノメートルスケールに向けて進んできており、近い将来には個々原子の加減によるものづくりまで到達すると考えられています。慶応義塾大学理工学部機械工学科ヤン研究室では、そんなナノスケール、そして原子レベルでの材料除去、変形及び物性制御に基づく超精密加工技術を研究しています。精密ナノ加工を行うことで素材の特性を最大限に引き出すこと、そして素材自身の特性を超えるような全く新しい機能を持たせることを目標に置き、工業製品の付加価値の最大化を目指しています。例えばですね、従来の加工では、ほとんどその滑らかな表面を作るというのが主流だったんですけども、で我々のところですね、滑らかな表面じゃなくてですね、非常に微細な凹凸とか表面の構造を精密に加工することで、それで新しい機能を発見したり、付加価値を高めたりするというのがメインのアプローチですね。で例えば我々の放電加工、そのマイクロセンサー工具とか作るための放電加工ですね。その放電加工の中に従来の放電だけじゃなくて、化学反応を有効にこう取り入れると、そうしますと加工能率が数倍あるいは十数倍まで向上できるという効果が確認できております。あるいは例えば機械加工をするとどうしても加工変数が出てきてしまいますね。でそういう加工変数を取るには、従来はこう磨いて材料の表面層を削り取ることで、その加工変数を取るんですけど、で我々はですね、瞬間的にこうレーザーを浴びることで、加工変数を元の組織に戻す、これはレーザー修復技術というふうに今呼ばれていますので、そういう新しい提案をしています。ヤン研究室ではマイクロ放電加工やレーザー修復技術のほかにも様々な分野融合型の研究開発を進めています。マイクロナノスケールの切削、成形などの手法を用いて、材料表面に極めて微小な凹凸や溝を精密かつ高速に形成させる技術の研究では、水や汚れのつかない撥水性表面や光制御のためのマイクロレンズアレー、タンパク質分析用のマイクロ流路など、さまざまな新しい表面機能を生み出しています。さらに半導体の生産過程で大量に発生するハイシリコン粉末を原料として新しいリチウムイオン電池の開発にも挑戦しています。このような研究を通じて、より高い付加価値の新製品が生まれるだけでなく、省資源・省エネ社会の実現にも貢献すると考えています。我々の特徴的なものとしては、基礎研究と応用研究の融合ではないかなと思いますよね。単なる学術的な研究ではなくて、それをその開発した技術を、ちゃんと使ってくれるような、ところを狙ってですね、その実用化に向けていろいろ開発を進めております。加工技術の研究においては三角連携非常に重要だと思います。で一生懸命開発した技術を使ってくれないと意味ないので、今我々の研究室はですね、いろんな企業と共同研究をしております。こうした産学連携を通してですね、我々の研究成果をいち早く産業界に応用するということを狙っております。価値の創造、知識の創造、そして人材の創造、ヤン研究室はこれからも研究教育を通じて
社会貢献を目指した研究開発を進めていきます。